二川文太郎は、日本の映画監督、脚本家である。脚本家としての名は、紫の塚おつば、駒田通である。坂東つま郎主演、無声映画史上の傑作と呼ばれる、おろちの監督として知られる。1899年6月18日、東京市芝区三崎町の覇屋の家に生まれた。本名は、滝沢吉之助。三歳下の弟は、 映画監督の滝沢英介、孫は、イラストレーターの原田治である。26歳で監督した大作、オロチ。中央大学経済科を中退し、1921年4月、横浜、山下町の大正活映撮影所に入社、ハリウッド帰りの映画監督、トーマス、栗原に指示、助監督と俳優を経験した。同年11月に、 幕与太平に率いられて、内田富、井上金太郎、江川うれおらと共に、京都入り、牧野正造の牧野教育映画製作所に入社した。翌1922年の牧野監督の実録、中心蔵に出演した後、撮影部、整理部、脚本部を経て、1923年24歳の時に、新起郎で監督としてデビュー。 同作は8月23日に公開された。1925年、坂東つまさぶろうプロダクション制作、牧野プロダクション配給作品、坂東つまさぶろう主演、牧野肖像葬式、すすきた六平オリジナル脚本による大作、オロチの監督に抜擢された。同作は、同年11月20日、浅草、大東京、他で公開され、大ヒットとなる。 ハリウッドの巨匠ジョセフ・フォン・スタンバーグ監督は、同地の日本映画専門館に、毎日のように通い、同作の中で何百人が切られるのかを数えたという、1955年12月21日公開の、復讐上ルリー坂を最後に引退した、56歳の時であった、1966年3月28日に死去、満65歳没。妻は、 女優の鈴木信子である。没後の5年を経た1971年に、オロチのプリントが発見され、上映会が行われ、以降 NHK でもたびたび放映された。カテゴリー、二川文太郎の監督映画、ありがとうございます。